城でございます。このお城は554年の昔に築かれたもので、後蒲生氏郷公の時に西出丸、北出丸などを作られ、またお天守も築かれましたので、全国屈指の名城に数えられるようになったのでございます。ここが北出丸と申します。ここにまず第一の門がございました。ここが太鼓門の跡でございます。左に見える高い石垣のあるところは五重の天守のあったところで、高さが土台を含めて22軒余り、最も下の室の広さは265畳敷であったといいます。ここは本丸の入り口でございます。ここに黒金門という最も堅固な門がございました。この広場は本丸の跡でお殿様のお住まいや王女院、小女院など大きな建物があったところでございます。この辺一帯に大きな土台石が残っとるのを見ても当時をしのばれます。あの松、杉の大木はいずれも昔を語るものでございます。このお城の広さは二の丸、三の丸も含めて86,000数百坪、周りは24畳ほどございます。このお城は御神の域に天下の太平のために取り囲まれ、1ヶ月にわたる籠城いたしました。お殿様方も利口はお考えになるところがございまして、よう決して御開城になったのでございます。お天守をはじめ建物は明治7年に取り崩したのでございます。明日よりはいずこの人かながむらん、なれしお城に残る月影、これは山本弥彦様の10回でございます。当時両軍ともに感慨無量なものがあったことは想像するに固くないと存じられます。なおまたここは千年史跡に指定され、また死の公園となっております。これより飯森さんに参りましょう。遥かに見える中方天にそびえる山は、会津藤とも唱えられている万代山で、ここは飯森さんでございます。これから旧参道より白虎隊のお墓をご案内申し上げます。この洞穴は明治戊辰の域に白虎隊が猪苗代湖畔その口原の戦いに参加し、多勢に無勢戦いになく生き残った少年は少子相助けながら山を越え谷を渡って8月23日の早朝ここにたどり着きました。その時すでに運河のごとき相手の日は萩沢峠を越えて城下に押し寄せていきます。